Konamiki, how's it going? Pretty much every day we have rain. Do you like rain? Some people don't, but I do. Because my skin gets pretty moist recently. So I love it. はい、こんにちは。スマホ留学サポート講師の並木優子です。皆さんお元気ですか？はい、では、早速マジックイートはっていうことなんですが、もうこれはですね、単語を見比べるとすぐにそのルールが、こう分かります。ではこちら、マジックイーありなし、じゃん。はい、一番上、ですね、eat の過去形で ate。はい、こちら左側に、載っている単語はすべて e がついていますね。この e がマジックイーと言われる。のです。言われるやつですね。この E 自体は発音はしないです。例えば、えいてというふうに、なりませんね。E の音は発音しない。その代わり、E の一つ前の、母音の音。今回は全部 A で揃えました。一つ前の母音がアルファベットの読み方で発音されるっていう、ことです。アルファベットは A ですよね。なので ate, bake, cape, cane, mate, nape, tape、 はい、というふうになります。これがマジック E がつくバージョン。そしてなしバージョンは、はい、もうお気づきかと思います。 A というふうには発音せずに音読みの方、あとえと中間音です。覚えてますか？横に開いてと言ってから、と言ってから下顎下げて、一番上読んでみますね。 at, back, cap, can, mat, nap, tapはい、の音になります。はい、このマジック E がある。ある方は、アルファベット読み、ない方は音読みというルールですね。で、このルールを、知っておくだけでもですね、全く新しい単語を読むときに、だいたい予想つくことが、できるんですね。この E が、マジック E かなっていうところ、ちょっと疑いながら、ですね、アルファベット読み、音読みを、こうすぐに切り替えて、発音できるように、こう練習するといいですね。はい、これがマジック E という、スペルのルールですねになります。スペルと発音のルールになります。そしてこの、A っていう発音、意外に難しいっていうところちょっとピンとこないと思います。っていうのもですね、英語の発音は例えば R の音とか L の音とか、F、上の歯が下の唇を噛むとか言いますよね。明らかに日本語にはない音もたくさんあるので、その音の方が難しいっていうふうに思っている方多いんですが、実はこれA も、この音、ちょっと難しいんですよ。我々日本人にとって。この日本人にとってっていうところがポイントです。っていうのもですね、ちょっとこちらを例文見てください。はい、栄光とか、栄養とか、永遠とか。はい、ご存知の通り、日本語にも、えいっていう音が入る音、たくさんあります。たくさんあるんです。ですがですね、皆さん、これ私たち日本人は本当に無意識にやっていると思うんですが、書き言葉、書く場合、正しく漢字の読み仮名を振る場合は栄光は、いこうですよね。そうなんです、えいなんですが、実際に話していると我々えいっていう風に発音していないんですね。ぜ聞いてみて、聞いてください。栄光、栄養、永遠、
これ私まあ普通に日本語で話している通り、いつも話している通りにちょっと単語を発音してみたんですが、えいっていうふうには言っていないんですね。えいではなく、えーとか、えーっていう伸びる音とか、えの音が2回続いているような音、まあ、つまり伸ばしている音っていうことですね。これはこう無意識に私たちこうどうやらえいっていうふうに発音するのちょっとめんどくさいと思ってるんだと思います、話し言葉になるとこうやってえーっていうふうに伸ばすんですね。多分その方が、まあ、言いやすいっていう理由からだと思います。こういう変化があるのは。そう、なので、私たちこれ、ほとんどの方は発音をあんまり気にされてない方ってえーって言うんですよね。例えばこの歌 ABCD っていう風に歌っていませんか。 ABA ではなく、本来英語の発音で言うならば、発音するならば ABCD なんですね。A という風になります。はい、ですので日本語で A っていう風なこう発音あるんだけど、実際私たちは A って伸ばしている。なのでこういう風になってしまうんですね。カタカナで表現するとき、テープ、テープはもう完全に日本語のカタカナです。テープ、テープではありません。英語だとテープ、イの音が入るんですね。はい、ですのでちょっとですね、こう意識しないとやはりこれもえーって伸ばしてしまう方がいらっしゃいます。ちょっと意外に難しいということですね。はい、ですがこれもえーの音の時と、まあ、同じ話なんですが、えいって発音する単語たくさんあるので、まあ、結局はその都度その都度その音えいをしっかり意識して発音すると、その発音するための筋肉がやっぱりできるので、まあ、やっぱり筋肉の問題です。筋トレです。そうすれば無意識に、もう私英語の発音の時は、テープって言えないです。テープえいっていう風にやっぱりなってしまいます。はい、というふうになるので、ぜひ今回もたくさん一緒に練習していきましょう。では、後半、練習しましょう。 Let's practice together! See you later! Bye!